シュート、スイッチきっちり大きく、はい、前手の位置、鍵を落とすんで、やっぱりここからガンガン勝てるように攻撃的に。今までちょっと重めのところで戦ってた。そうですね、今まで55キロ以下だったんですけど、普段の体重が俺51キロとかで、次に出るのがあのメタなんで51キロ以下、ノックアウトとかでも50キロ以下で、じゃあ自分本来のやりやすい階級なんで、ここから負けなしと。普段通りの体重で出るんで。負けなしと。負けなし。僕はキックで言ったら、まあもう総合に転向するって言っちゃってるんですけど、芦澤流星選手が大好きなんで、ああいう気合の入った、もう近距離でも、もう気持ち負けしないぐらい強いファイトをしたいと思います。ちょっと強い相手と戦う予定なんで、予定らしいんで、勝つように頑張ります。まあ、一勝一敗一分けなんで、勝ち星を重ねていきたいですね。まあ、キックボクシングやろうと思ったきっかけの選手が、小栗真希選手で、キックボクシングの体験の時に担当してもらった、指導をつけてもらったので、小平巻のジムに行ったの。小平巻どうぞ。そういったイベントがあって、キックボクシングを体験してみましょうというイベントに参加して、それで、指導してもらったのが小平巻選手で、なので、目標にしています。目標は自分に勝つことです。普段通りにできるようにしたいです。具体的なのはないですか、ね、ちょっと緊張しちゃうんで、緊張しないようにしたいです。緊張さえしなければ結果はついてくるよっていう、怪我をします。いないんですけど、タワンチャイが好きです。タワンチャイ、ムエタイのイケメンのそれはファイトスタイルじゃなくて、ファイトスタイルも好き自分と全然違いますけど。キックボクシング始める前までは、野球とかアメフトとか他のスポーツをやってたんですけど、まあなんかそういう、その辺もちょっとある程度のところまでしか行けなかったので、もうちょっと年齢的にも最後の、ちょっと多分運動スポーツをするのは最後の種目になると思うので、まあ、自分がある程度納得いくレベルまでやりたいなと思ってます。そうですね、自分的に満足、そうですね、いける、その高い目標を持ってやれたらいいなと思ってます。その選手は、そうですね、多分身長とかも見て、シュートボクシングのカイトみたいな、ああいう蹴りとかパンチ、その落ち着いたプレースタイルが真似できて、自分もそういう風なファイトスタイルできればいいなと思ってます。プレッシャーかけて、スパーリングしながら入って、パンチまとめて膝、そう、いいね。当面の目標は、親父キックでチャンピオンベルトを巻くことです。
最近は大崎和樹選手みたいに、まあ、しっかりガード固めてパンチで勝負できたらいいかなと思ってますけど、まあ、流星選手みたいにこう綺麗にオーソドックスで戦うのも、まあ、理想かなと思ってます。とりあえずまあ選手たちはまあそれぞれ目標が違うと思うんですけど、まあなんだろうな、それぞれの目標を実現するために頑張ってると思うんで、まあそれに少しでも協力できればいいかなっていう感じではありますね。で、自分自身も負けずに一緒にやって一緒に鍛えていければいいのかなと思ってます。なのでとりあえず阿部くん、久保田くん、亀山さん、なんだっけ、上くん、桜さんですね、全員かかってこいって感じですね。全員ボコボコにしてやります。